待たせしました。お茶が入りましたわ。突然お呼び立てして申し訳ありませんわ。いただこう。うむ、これはうまいな。三大名茶の一つダージリンはいわば紅茶の王様ですわね。ほう、なかなか憎いこと。それで今日はどうしたのだベールよ。ただ茶会をしたいわけではなかろう。もちろんですわ。早速本題に入りましょうか。私カードゲーマーとして前々から騎士がどういうものなのか気になっておりましたの。できれば実際に使ってみたいのですけれど、どうやらアーサー限定のようですから、せめてお話だけでもと思ったのですわ。よろしければ仕組みなどを教えてくださらない？因子をもとにどうやって騎士を生み出すんですの？それと因子とは選ばれたものにしか存在しない特別なものなのかしら？因子というのはそのものの個性、強さといった情報の一部を読み取ったデータのようなものだ。よって全てのものに存在していることになる。ということは私の因子を使えばナイスバディな騎士が出来上がるというわけですわね。何が読み取れるかはランダム性があるのだが、まあ大体そんな感じだな。説明するよりも実際に見てもらった方が早いな。ストックしておいた私の因子がまだあったと思うのだが、おお、あったあった。この中に因子が入っているのだ。では因子をこの王冠に入れてっと。王冠が光り輝き始めましたわ。器を決めるぞといった感じに騎士を生み出すのだ。まさかその王冠が騎士を呼び出す装置だったなんて、普通のアクセサリーではなかったんですね。本来ならば騎士は湖と呼ばれるもので作られるのだが、私の王冠は即席用といった感じだな。生み出した騎士はそのまま連れ回すわけにもいかぬので、こうしてカード化しているのだよ。お手軽な召喚魔法のような感じですわね。はあ、これはいいですわ。燃えますわ。召喚するという用途もあるが、騎士の力のみをカードを通して使用することも可能だ。攻撃や回復魔法としてな。だがカードだけでは騎士の力は使えぬ。この左腕の円卓模型にセットすることで初めて使用することができるのだ。これもエクスカリバー同様、アーサーだけが持つことを許されたものだ。なるほど、大体わかりましたけれど、やはり私では使えないのがちょっと残念ですわね。ちなみにミリアサちゃんは腰にいくつもカードケースをつけていますけれど、中身は全部騎士なんですの？その通りだ。一つのデッキだけではいろいろな状況に対応できぬからな。これはガチバトル用のデッキ、そしてこれがシアリー乱獲用の闇属性や全体攻撃が主体のデッキ。この1枚だけのものはかなり昔に使っていたワンパンデッキだ。デッキにもいろいろな種類があるんですのね。ところでミリアサちゃん、実は偶然にもここにネプギアちゃんたち女神候補生が以前使っていた品々があるのですけれど、持ち物にはその人の思いが宿ると言われておりますわ。これがどういう意味か、あなたなら全てを語らずとも分かりますわね。ああ、もちろんだとも。近くに用があったからベールさんのところに遊びに来ちゃった。ベールさん、いますか？あれ、いないのかな。確か今日は一日中部屋にいるって言ってたと思うんだけど、なんかあっちの方がやけに賑やかなような。大浴場の方からだ。もしかしてみんなでお風呂に入ってたりするのかな。あ、お姉ちゃん。お姉ちゃん聞こえなかったのかな。やっぱりみんなでお風呂に入ってるんだ。待って、私も。
っしゃい。新しい騎士の方ですね。あなたも一緒にお風呂どうですか？これは一体どうして私が。メールお姉ちゃん大好き。お姉ちゃんたち、ジュースのおかわり持ってきたよ。はあ、幸せですわ。お姉ちゃんか、悪くない響きだ。いや、むしろ最高だな。朝お姉ちゃん、はい、ストロー、あーん、あーん。いや、ネプギアは姉思いのいい子だな。どれ、褒めてやろう。お姉ちゃん、うん、どうしたネプギアよ。もっと私のことをハスハスしてください。もうネプギアばっかり褒められてずるい。あなたたちは私がハスハスして差し上げますわ。やったー、ベールお姉ちゃん大好き。ネプギアだってずるいわ。あたしも、ああ、私だってベールさんに可愛がってもらいたいのに。心配なさらなくても、みんなまとめて私が頭の先から足のつま先まで可愛がって差し上げますわ。さあ、余計なものなんて脱ぎ去ってこの胸に飛び込んできなさいね。何？タオルを？ベール、やるではないか。私もここが王の器の見せ所だな。さあ、皆の者、遠慮はするな。はーい。この騎士はまだ私たちに懐いていないようだな。それに風呂場で服を着ているとは何たるマナー違反。騎士の風上にもおけんな。ですが、それでこそ私たちの腕の見せ所ですわ。そうだな、彼女もまた他の騎士たち同様懐柔してみせようではないか。ええ、さあ、身も心もお姉さんたちに委ねるのだ。私一人を他の場所へ誘い出したのはこういうことだったのかしら。あら、リーンボックス観光は楽しんでいただけました？何か因子のヒントは見つかりましたかしら。ええ、おかげさまで。アーサーから目を離して好きなように騎士を作らせるとろくなことをしないということが分かったわ。ええ、この騎士たちは没収よ、没収。ああ、私の可愛い妹たちが。私のお姉ちゃんはお姉ちゃんですよ。因子を取るときは本人の承諾を得ること。いいわね。なるほど、本人の承諾を得れば良いのだな。ではベール、ネプギア、そなたらの因子をくれ。あら、私でもいいんですね。ダメに決まってます。そうか。いや、今はダメでもそなたの心すぐに開いてみせよう。